こんにちは。本日は週用の豚肉と朝日スーパードライを使ったビール煮込み料理を作っていきたいと思います。 VTR を見ながら実況解説をしていきます。もしチャンネル登録いただけましたら、こういった面白い料理の通知を受け取ることができますので、よろしくお願いいたします。それではまずは材料紹介です。豚肉ですね、こちらシチュー用の豚肉 400g ほど用意しました。そして小麦粉は大さじ3ほどですね、用意しておきましょう。後ほど豚肉に振って混ぜていきたいと思います。続きまして、玉ねぎですね、こちらは口切りというんでしょうか、カットしておきます。そして人参ですね、1個乱切りしておきます。そしてセロリですね、セロリは食感を楽しむというよりは味を出すためなので、小さめにカットしておきましょう。さあ、そしてニンニクですね、こちらはみじん切り、一かけら分用意しておきました。次にマスタードですが、できればディジョンマスタードが良いのですが、なければ普通のペーストのもので大丈夫です。そして朝日スーパードライ 500ml1 缶使います。ブーケガルニ、こちらは一袋分ですね使います。次に醤油は大さじ1ほど用意しておきましょう。さあ、作っていきましょう。まずは、豚肉にですね、塩コショウを振っていきます。ちょっと強めにですね、振っておいて大丈夫かなと思います。そうしましたら混ぜていきましょう。小麦粉もですね、振って、そして混ぜていきましょう。今は平らなお皿でやっていますけれども、ボウルでやった方が楽かなと、後ほど思いました。さあ、焼いていきましょう。まずはですね、豚肉をこんがりと焼いていくというところですね。油の量をですね、調整しながら焼いてみてください。小麦粉は油を吸うので、ちょっと多めの油でもいいかなと思います。だんだんとこんがりと焼けてきました。もうちょっと こんがりと焼いていきましょう。ここでですね、こんがりと焼いておきますと、後ほど煮込んだ際にも味が染み込んで美味しくなります。そして豚肉が焼けたら一貫取り出しまして、そちらの鍋を使ってですね、野菜を炒めていきます。人参、玉ねぎですね、炒めていきます。そして野菜を入れましたら、鍋底に旨味がついていますので、そちらを、溶かすようにですね、野菜の水分を使って溶かすようにというところで焼いていきます。さあ、セロリ、そしてニンニクも入れておきます。さあ、そこをしましたら、先ほど焼いた豚肉ですね、戻しまして、ここで登場しました朝日スーパードライ 500ml の缶、ここで1缶を入れておきましょう。さあ、ここでも鍋底をですね、溶かすようにというところで旨味成分を取っていきましょう。アクは必要に応じて取れば大丈夫です。ざっくりとですね、大まかに取れば大丈夫です。さあ、そこにブーケガルニを入れまして、醤油を大さじ1ですね、投入いたします。さあ、蓋をしまして1時間ほど弱火で煮込みます。煮込みましたのはこちらとなります。最後はですね、塩コショウで味を整えまして、火を消しまして、マスタードを入れていきます。火を入れたままマスタードを入れますと、全部風味が飛んでしまいますので、こちらは火を消してですね、入れていきましょう。スプーンで簡単に溶けていきますね。さあ、盛り付けていきましょう。盛り付けですね、ゴロゴロとシチューのように盛り付ける形でいいのではないでしょうか。さあ、食べてみます。じゃあまずは人参ですね、1時間ほど煮込んでますので、スプーンでもさっくりと割れます。人参ですね、とても甘く食べやすいです。マスタードはちょっと効いていますけれども、お子さんのいる家庭ではマスタードなしか、マスタードの量を調整すればいいのではないでしょうか。お肉も食べてみます。ビールの苦味もありますが、苦すぎずほんのりとした苦味、そしてビールの旨味が残っている料理となっておりました。また面白い料理と簡単アレンジに挑戦していきたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。